フリーミング・ジェンキンは、イギリスの電気技術者、エディンバラ大学の教授である。進化論の歴史の中では1867年に、種の起源の書評を書き、チャールズ・ダーウィンの自然淘汰説を批判したことでも知られている。ケント州のダンジェネスに、海軍の軍人の息子に生まれた。母親とスコットランドに近いジェドバーグで育ち、エディンバラアカデミーで学んだ。学友には、有名な物理学者となるジェームズ・クラーク・マクスウェルやピーター・ガスリー・テイトがいる。父親の引退した1847年からドイツのフランクフルトやフランスのパリで暮らした。イタリアのジェノアの大学でパードレ・ボンケラリーに電磁気学を学び、学位を得た。1850年にマルセイユの工場で働き、1851年にイギリスに戻り、著名なエンジニアのウィリアム・フェアバーンの下で働いた。その後各地の鉄道の仕事や海底ケーブル敷設の技術開発を行った。1859年の初めにウィリアム・トムソンと知り合い1861年から海中ケーブルの絶縁材の応用、ケーブルの抵抗などの開発にトムソンと協力した。1865年に王立協会の会員に選ばれ、ロンドンユニバーシティカレッジの教授となった。1868年にエディンバラ大学の教授となった。1867年にチャールズ・ダーウィンの種の起源の書評を書き、ある個体に有用な変異が起こっても通常の個体と交雑することによってその特徴は薄められていつかはその特徴が消えてしまうという論旨で批判した。ジェンキンの批判は、メンデルの遺伝の実験が混合遺伝を否定することによって自然消滅することになった。ダーウィン論、今西金次、中高新書。ありがとうございます。